最後の方には最初、やっぱ最初か、最初行くか。じゃあそう、最後の最後で逆にエルオラでアリスターね、面白いと思うんだけど。はい、よし、1、2、3、4。はい、私に任せて。オッケー、はい、たまれ1、2、3、4、5。いや、めっちゃ回るんだけどこのプレイめっちゃ回るな。なんか私に任せて、私に任せて。じゃあこの次チェルナボーグにしようかな。はい、よし、1、すごい来た、2回か。今回新たに追加されたのは、ジャミル、パフューマリス、マービル、エルオラ、ライトサイドセット、クワイガン、ジャバザハット、ナイス、ありがとう助かる。やべ、めっちゃ回るんだけど。やべ、何回何回やべ、何回転してるこれえ、めっちゃ回る、めっちゃ回る、めっちゃ回る。待って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 、数えてなかったけどめちゃくちゃ回ったんですけど。やば、いきなりやばすぎでしょこれ最初、さっきのプレイでこれ今の起きてくれたらめっちゃよかったんだけど。11回転やった、熱っめちゃくちゃ回った。え、もう余裕で1万いってるわ。これがエルサアンドラフだよやばすぎる。はい、終わったら放置。そうだね、まあ基本的にはそうしたいけど、でまあエルサンドラフはちょっとやってみたいな、最後まで。一発逆転とか、もう成功はしてるんだけど。まあエルサンドラフ以外のツムとかは普通に放置するわ多分じゃないとね、時間的にきついので。1、2、3、4、5。いや、なんか回るねこのプレイ。あ、キュウ君ハロー。よし、これ最後かな。よし、最後何回転するか。最後20回転とか来たらやばいね。やばい、間に合わんわ。1 1回転でした。エルサ&ラフ14375。 OK、 さあ続いてチェルナボーグ行こう。チェルナボーグ、これはね、ちょっとこのチェルナボーグとエルサンドルフは最初に終わらせたい。これ時間許す限りでは何回もやり直しできるんだけど、あの9時半超えるとやり直ししても、なんていうの、あの時間的に間に合わなくなっちゃうから、多分9時半くらいがねギリギリだと思う。9時半超えちゃうと、9時半以降失敗しちゃうとちょっとやり直しが効かなくなっちゃう。はいはい、オッケー、はい、
やべ、はい、わあマジか、繰り越しできなかった。はい、アナキンからの、そうだね、そうこの後ねアナキンもやりたい。アナキンもねなかなかねちょっとまんまいきついんだよね。なんか iPhone の時はねめちゃくちゃ楽だったんだけど、アナキンのまんま。iPad になってからガチでアナキンのまんまが結構きつくなってきちゃった。でまんまきついつも終わらせてから、まあ楽なツムを、楽なツムでかさ増ししていくみたいな感じ。はい、あジャバザハットはね多分余裕だと思う。めっちゃ時間かかるけど、ジャマレと同じなので。やば、だからジャバザハットはね、あの青枠に入れてます。青枠はまんま行きやすいって言ってたね。あよし行けたのでちょっと放置します。放置、チェルノボーグね10930。そうチェルノボーグスコアすごいよね。さあアナキンか、よしちょっとアナキン終わったらちょっとみんなのリクエストも取り入れたいな。ここまではね正直ね、よしここ乗り越えれば、この3体でさめちゃくちゃ積む可能性あるんだよ。積むというかラグい、マジ大丈夫かな。えなんだろう、大丈夫、またこの前みたいに、この前みたいになんないかな。はい、よし、はいはい、いや37とかになっちゃうんだよね。 OK、これループするからちょっと待つ、フィーバー意識大事。はい、オッケー、あこれちょっとあえて待つか。はい、よし、オッケー、ちょっとあえて、はい、これちょっとためすぎたな、いやためすぎた、ためすぎたはどう考えても、まあ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 、はい、これもループしそう、ループ、これもループするな、いやループしないか。ループしなかった、あー、オッケー、さあどうかな、いや今ちょっと貯めた方が良かったかな。よし危ない危ない、これなぞってからジャイロするのはね、こっちの方がねやりやすいんだよね。 iPad だと普通に傾けると、そう普通のやり方だと傾けながらなぞるっていうのを同時になきゃいけないから、このやり方だとね
その必要がないので楽なんだよね。はい、別々に操作を分割できるから、なずる動作と傾ける動作を。よし、いけたいけた。アナキンどこだ。もうなんてツムが多すぎてわかんないんだけど、ツムが多すぎてわからん。アナキンどこ入れたっけ。10236ね。あれ上の方だっけ、アナキンって。あれどこにいる、ちょっと待って。さか、あ、いた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 。10236。いやもうさ、ツムが多すぎてわかんないわ。あ、皆さんありがとうございます。ジャミルの下。よしさ、続いてどうしようかな。こっからはね、こっからはね、あ、ベイダー教ね。そっかそっかそっか。いや、みんなありがとう。みんな、あれか、その、この前さ、ベイダー教でこけたことがあったんだよね、一回。そう、それを、あれしてくれてんのかな。そう、ベイダー教もね、運ゲーなので、まあ、そうだね、ベイダー教先に片付けておくと。やべ、7チェーンできてないぞ。はい。まあ、マイツムがす、このツムもね、なんか運要素強いんだよね。マイツムがどのくらい降ってくるかっていうのと。はい。よし。あと、火炎ボムがどれだけ出るかっていう。はい。前みたいに下振れなければいけるとは思うんだけど。はい、よし、タイムナイス。これ下の方を切ってるのは、その方がスキル回りやすいからです。はい。そう、前やばかったよね、下振れ方。よし。オッケー。あ、ペンペンさんありがとうございます。ナイスパナイスパナイスパ、ありがとうございます。え、すごい、待って待って待って、なにそれ、なんかメンション機能ついてんの。なんか初めて見たぞそれ。なんかスパチャにメンションできるようになってんの。新仕様。ナイスパ、ありがとうございます。やった。何それ、何その機能。先にちょっともうこっち発動しちゃうか。はい。すげえ。すげえ、みんな。めっちゃメンションしてる。これ超最近追加されてるよね、多分その機能。はい、コメントマークがあるんだ。へえ。はい。一旦こっちで。あ、やべ、やっちまった。やっちまった。そう、せめてさ、これさ、あれだよね、なんか
トルーパー単独で発動してもなんかスキル溜まるように溜まる仕様になってればいいんだけどさ。はい、ちゃんとね、溜ます、両方溜ま、これ両方溜まってから打たないといけないからさ、なんか手厚む感があんまないよね。はい、はい、はい、よし、今日の昴生さんの質問コーナー衝撃的だった、マジで。ちょっと見てみよう、まだ見てないわ。はい、はい、一瞬ラグかった、マジで。オッケー、はい、オッケー、タイムナイス。このツム、そうこのツム1プレイクソ長いよ。1プレイ3分くらいだったらめっちゃ強かったと思うけど、いやー巻き込んじゃうよね今、大ツム巻き込まないようにと思ったけど、ジャバザハットはスキル1から強いんじゃない、まあ、強いと言えるかどうか微妙だけど、まあ、でもスキル1で万枚狙えます、ジャバザハット。あのボム残るからさ、そのボム割ってくだけでスキル溜まるんだよね、スキル溜まりやすい、ただそこが結構いいかも、邪魔れとかよりもね、スキルがね低スキルで溜めやすいね。はい、オッケーよし、いったでしょ、いけたいけた、50勝強よし、放置します、放置、放置します、めっちゃ噛んじゃった、よし探せ探せ、ベイダー教、ベイダー教だよ、いた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 、10100076、あ、トマト、トマトさんありがとうございます、内面内面ありがとうございます、やった、ありがとうございます、よし、さあどうしよっかな、マスタールークね、入れるか迷ったんだけど、ちょっとまだね、なんていうの、まだあれができてない。マスターできてない。マスタールークを。だからちょっと、マスタールークマスターしてから、やろうかなと思ってんだけど。放置するんだったら表いらん説、確かに。これいちいちさ、なんか何枚とか書く必要なさそうだよね。いけたかいけてないかだけ書けばいいよね、よく考えたら。ちょっと待って、ジェダイルーク、ソラロク、ジャミル、ジャクサリ、あーなんか新ツム攻めたいんだよな、ジャミルとかでいこうかな、よし、ジャミルいきます、まあいけるだろう。あ、豆ビル、確かに豆ビルもね、いけない時あるんだよね、でも結局マイツム次第だよね、なんかどんなツムもジョワンだってさ、いけない時あるし、はい、オッケー、はい、いいね、やべ気持ちいいジャミル楽しいんだよね、めちゃくちゃ爽快感ある、このコインのザクザク感ねコインのザクザク感がやばい、はい、じゃらじゃらじゃら感すごい、はい、はい、いいね、
ほい。あば。やべ。いやー、ミスった。はい。ジャミルね、やっぱ1種類しか周り消せないのもあって、毎粒少ない時ね、極端に少ないんだよね。そういう時にね、すごい下りやすいのがちょっとデメリットかもね。はい。はい。弱点か。そう、豆ビル、そう思った、それ僕もちょっと次豆ビル行こうかなと思って。豆ビルね、マイツムーン悪かったら、まあ、大体はまんまいけるんだけどさ、マイツムーンが悪いとまんまいけないんだよね。はい。あれ1万枚いってるわ。早っ。ジャミルやっぱクソ早いわ、1万枚いくの。まあ、よ、この暇な時間に。オッケーオッケーオッケー。なんか、いけたかいけてないかだけ書けばいいよね、正直。え、ラグい？ほんとだ。ジャミルとるコイン稼ぎ効率はね、ジャミルだったね。よし、ちょっと豆ビルいくか。大丈夫かな今回。なんかカクカクしてるっぽいんだけど。オッケーオッケー、はい。あ、としおさん、ありがとうございます、チャンネル登録ありがとうございます。はい。さあ、マメビルさんお願いしますよ。はい。はい。ああ、これ待った方が良かったかな。オッケー。スキル回すの優先で。はい。オッケー。え、なんだ、ラグい。いや、どうしようかな。あ、やばばばばばばい。ここは一旦おまけ効果使わずに。え、ラグい。またパソコンの不調かな。みんながラグいって言ってるってことは、多分僕がラグい画面を配信してるからラグいかもしんない。はい。ラグ差が増してる？なんでだろう。なんで？はい。OK。YouTube 自体がラグい。あ、ピアナポさん、ありがとうございます。ナイスパナイスパ。うわ、待って、ミスった。ミスった。はい。はい。うわ、ミスった。ちょっとミス多すぎなんだけど。いや、毎粒少なすぎでしょ、これ。はい。大丈夫かな。
はい。あ、はやてさん、ありがとうございます。いや、マジどうしよう。軽くなった。なんか波があるね。あ、よし、いけた。前半ちょっとやばいなと思ったけど、いけました。豆ビル。10446。ネット自体が、ああ、太陽フレアね。太陽フレアのせいかもしれん。ローズとジャミル。まあ、ローズの方がね、簡単だと思うよ。まあでも、どうだろうね。ローズで扱える人は、そもそもジャミルも扱えるのかな。よく考えたら。ジャミルむずいって言われてるけど。クワイガン。クワイガンやろうかな。ちょっと、新ツムからね、新ツム多めで攻めていこう。クワイガーン。ローズ復刻はね、あります。あるけど、復活するタイミングがね、不定期。三が日とか。三が日か、もしくは、あれだね。タイタニックが放送されるタイミングで復活します。オッケー。うわ、気持ちいい。やばいよね、この爽快感。ほい、はい。うわ、ミスった。うわ、マジか。はい。おっと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 。はい。タイムナイス。ハエの音すぎる。ハエがね、ハエがねっていうか、なんかめっちゃ言われてるよね、この音。あー、やべえ。オッケー、スキルループ。あ、21億いくのはね、また別のやり方だね。別の、このタイムボム狙いのやり方じゃないと、スコアはきついので、これコイン稼ぎのね、やり方です。今やってるのは。はい。ハエの音すぎて耳叩いてしまった。なんかさ、このブン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 ってやるんじゃなくてさ、なんか一回ブンだけでよかったのにね。その方がコイン効率も上がるし、なんかハエの音も和らぐからさ、ブブブブブンじゃなくて一回ブンで切ればいいのよ。はい。ラグい？いや、みんな一斉にラグいって言ってるってことは、多分僕がラグい画面を配信してるんだわ。ほんとすいません、もうこればっかりはね。いやー、どうしよう。はい。
よし、意外とギリギリだったわ、クワイガン。よし、いけました。1、あ、違う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 、クワイガンどこだ。はい、さあ、配信用の PC。 そうだね。あ、コウセイさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、頑張ってください。ありがとうございます。でもさ、このさ、パソコンさ、MacBook Pro なんだけど、あの、買ってまだ 1年くらいしか経ってない。あ、キャラメルさんありがとうございます。すごい。高額スパチャありがとうございます。やった。お疲れ様です。ママイチャレンジ、頑張ってください。頑張ります。高評価。すごい、メンションできるようになったのいいね、なんか。特別感があって。いや、録画しながらやってないよ。今回は録画してない。あ、トマトさんありがとうございます。ナイスパナイスパ、ありがとうございます。楽しみにしてたんで嬉しいです。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。見てくださって。あれ、なんかずれてねずれてね、なんかこんなずれてたっけ。はい、オッケー。さあ、どうしようかな。次は何から攻めてもいいんだけど、ライトサイド、エージェント P、ソラ6。一周回ってちょっとね、厳しい積むはね、やめとこうかな。ライトサイド多いな。そう、なんか、最近メンションできる機能が、あ、できたみたい。ローズ。ライトサイド多くない？まあ、ライトサイド行くか。新積むで攻めよう。はい、はい、オッケー。このツム多分ノーアイテムでも1万枚いけちゃうからね。はい、はい。あ、タイム出ないか。ほい、そう、もうね、難しい積む、めちゃくちゃ厳しい、まんま厳しい積むはもう先の方に終わらせたので。多分いけるんじゃないかな。はい、よし、これも余裕そう。はい、ちょっとね、パソコンの調子が悪いんだよね。 MacBook Pro なんだけどねMacBook Pro、 だからね、あ、そう、なんかもう一台サブ端末として MacBook Pro を買ったんだよね。だからそれまだね、準備してないんだよ。でもそっちの、だからまあちょっと、もしもあれだったら、てか、これがもう続くようだったら、もう変えようかなって思って。変えるしかないよね。はい。はい。今ね、何体目だ今何体目だろう、これ。はい、あ、ジャバザハットいます。
ジャバザはね、上の青枠にいる。あ、待って、いけてるやん。よし、もう達成できてるんで。ポーチ。どこだ？セット積む、ライトサイドセット。11229。はい。8体目だって、8体目。アーシャはね、万枚はいけるんだけど、勝率が低いので、きつい。あ、ジョワンはね、ジョワンの鏡です。ガストン。ガストン行くか。あ、2倍やった。よし、プルート解放。あ、マンダロリアンも。マンダロリアンも解放。マンダロリアンさ、最近見始めたんだけど、面白い。マンダロリアンめっちゃ面白い。よし、さい、ガストン行くか。いや、ファンタジースプリングス楽しみだよね。プレビュー行っていけてる人羨ましい。はい。はい。あー、これさ難しいよね、ガストンって。このフィーバーと噛み合わないと。よし。ガストン最近やってないんだよね。では言い訳言い訳はやめよう。はい。あ、45ナイス。ラグかった？いや、どうしよう。どうすればいい？もう。どうしましょう。パソコン変えるしかないよね。はい。だってもうさ、もうなんか、容量もね、容量もこの前減らしたばっかなんだよね。はい。録画してない。今回録画してないんだよ。だからなんでこんなにラグいのかわかんない。これアーカイブでもカクついてたら絶対 100% ね、僕のパソコンが良くないって言ったんだけど。はい。もう結局さ、ラグかったらあれだもんね、だって。なんか、見ててめちゃくちゃラグかったら、見る気失せるもんね、普通に。YouTuber としてめっちゃ大問題なんですけど。配信がラグいって。はい。やべ。ちょっと新しいパソコンでも配信してみるわ、今度。OK。10。あ、待って、ガストンね。ガストン。あった！やった。あれ、ガストンって何？ 2 番目？ 11215。そう、ガストンはマイナス1段階です。シーバズ、ベル&野獣。あ、3倍やった3倍よっしゃ。なんか倍率いいんだけど、今回。ジャクサリ、ミキプル。まあ、なんでもいっか。ピールークやるか。もうできるつ、迷ってる。ちょ、迷ってる時間がね、ちょっとあれだからね。倍率フィーバー？いや、倍率フィーバーの時もっとやばかったよ。待って。音やばくない？これ、つむつむのバグ。今回弊害多くない？今回弊害が多いんですけど、めちゃくちゃ。はい。
はい、めちゃくちゃ弊害が多い。これあれか、音やばいよね。音バグ来てる、音バグ音バグ来てます。ヒカキンさんの動画もクソラグかったから YouTube、 あ、そうなのかな、 YouTube 側の問題。ちょ、一旦じゃあ今度新しいパソコンで配信してみるわ。で、その時にラグかったら多分もう YouTube 側の問題だよね。はい、はい、50勝負してた今、やったてか P ループすご。ほい、て音やばいなマジで音爆どうにかなんないかなすげえ違和感なんですけど、すごい違和感。音がバグり散らかしてる。こんなバグあれかマリウスで21億取った時とか、なんかマリウスもね、スコア出ししてるとね、長時間やってるとバグるんだけど、なんかそれと多分同じバグ、音バグっぽい。なんかすごいタイムボム出る。やっぱり2万枚くらいいっちゃいそうなペースなんだけど。音量ボタンなんかね、それね、この前試したけどね、なんか変わんなかったんだよね。ちょっとどこまでいけるかやってみるか、これ調子いいから放置せずにどこまでいけるかやってみよう。タイムやった。はい、うわー、ミスった。どうしよっかな。いや、繋がんないよね、今。ラグい？ラグとの戦い。はい。そしてなんか、ツムツム自体も重い、なんかすごい。ツムツムもなんかもっさりし始めた。はい。太陽フレアか、太陽フレアのせいか。ジャクサジャクサ助けて。ほい、ツムツムツムがラグいよ、なんか。マジ音がもう限界迎えてる音してるんですけど。あー、やばい、後半ちょっと失速しちゃったね。いやー、ないわ、終わってしまいました。 P ルークどこだ。パイロットルーク &R2D2黄色枠だね。惜しい、惜しくもないか惜しくもない。なんか後半すごい下振れちゃった。よし、一旦ちょっとじゃあ再起動するか。ツムツム、ツムツム再起動。ローズ弱サリ弱サリ、
色分けはね、難易度順だね。一番下のツムたちが難しい、難易度高いよっていう。そういえばカリームチャームって候補じゃないですか。初見プレイの時にまんま余裕って書いてあったので。あ、あれね、フルアイテムじゃないときついんだよね、カリームチャームに関しては。あとジャイロを使わなきゃいけないから、まあ、ジャイロエージェント P とかはねいけるんだけど、女の人怖っ。いきなりちょっとホラーなんだけど、どうしよう。あ、ジャクサリか、ジャクサリやるか。じゃあそう、カリムチャームさ、フルアイテムの時さ、めちゃくちゃ余裕でまんまいけたんだけど、5-4 のみになった瞬間になんか平均枚数グンって下がったんだよね。平均8000枚くらいになっちゃったから。ボムアイテムであれかな。え、マジ？笑い声聞こえたって。その人が妨害してるんじゃね、配信ラグクしてるんじゃない女の人羨ましすぎる。やばいやばい、狙われてるぞ。ちょっと、はい、あ、ちょっと待って。タクフーナサさん、ありがとうございます。ナイスパナイスパ。俺も女の人聞こえ、俺女の人の声聞こえた。マジで？え、ちょっとさ、アーカイブで見てみるわ。アーカイブでちょっと、よかったら皆さん、これちょっとこの動配信が終わった後さ、この配信のコメント欄にどこら辺で聞こえたかちょっと教えて。はい、心霊スペシャル今回。生き霊かな、生き霊。はい、マジで聞こえた？なんだろうね、なんなんだろう。お化け、お化けかな。ちょっと聞いてみるわ。ほい。よし。サリーの声。あ、ボイス付きだったっけこのツム。サリーの声か。サブツムニアナキンで珍しい。確かにあんまないよね。ほい、スターウォーズだからか。今月が、今月ね、スターウォーズのサブ出やすくなってんだよね。Pルークのプレイの最後の方に聞こえた。マジか。ちょっと聞いてみるわ、アーカイブ終わったら。アーカイブ終わったらじゃない、この配信終わったらちょっと。あとはまんまいけてる。早え、早いね、やっぱジャクサリ。よし、クソ早いんだけど。ちょっと待ってね、ジャックアンドサリー11391。めちゃくちゃ時間余っちゃった。めちゃくちゃ時間余っちゃったよ。ふんって感じの笑い声、僕の笑い声じゃなくて、それ。え、マジで？あれか、イヤホンしてないと聞こえないみたいなやつかな。さあ、絶対東郷さんの声じゃない。え、マジで？結構ビビって、え、ってことは近距離ってこと？近距離なのそれ。ホラーなんだけ、いきなりホラー配信じゃん。東郷さんの笑い声、いや僕の、そう、僕の笑い声のか
可能性もね。僕だってふーんって笑うもんね。ちょっと待ってね。アリスちゃんフェスティバルミニ魔女マレ。なんか心霊配信みたいになってるんだけど。じゃどうしようかな。フェスミニやるか。はい。おらら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 。あ、やば。はい、僕の声。僕の声が笑い声に聞こえたのかな。はい。じゃあ僕の笑い声が女の人の声に聞こえたのかな。ちょっと聞いてみるわ、その件に関しては。ほら今ふんって言ったじゃん。僕の笑い声だからね。ふんふんは多分。でもその声がどういう感じだったかわかんないけど。これね、ロングチェーンだとね、7000枚くらいで止まっちゃうんだよね。なので万枚チャレンジの時はあえてこのやり方でもね、稼げるんだよね。あの、ツムがギュッて詰まるじゃん。終わった時に、スキル終わった時に。で、その時にボムの消去数が増えるので、ここ。ここでね、そこそこね、コイン増えるので。8分くらいでいけます。1万枚。やべ。ミスってる。はい。オッケー。ラグは治った、やった。何だったんだラグ。はい。ちょっとペースやばいぞこれ。フェスティバルミニーでさ、フェスティバルミニーでこけるとかある。このツムでさ、このやり方でまんまいかなかったことないんだけどな。はい、まあ、タイム次第。いや、なんかね、このやり方ね、全然あのタイムボムのデー次第では3万枚とかいけちゃうんだけど、効率は悪いけどね。今回多分僕のチェーンがね、うまくいってないやん、実は。チェーンミスが多い。はい。OK。幽霊のせいで回線悪かったのかな？だって今、ああ、ちょっとカクついたぞ、今、一瞬。カクついたぞ、なんか。はい。またラグくなった。いや、なんなんだろう、どうしよう。もうパソコン変えるね。ちょっと、一旦パソコン、まあ、今度やるとき、一旦パソコン変えてみて、それで直んなかったら、もう多分しょうがないので。YouTube 側の問題だと思うから、それで変わったら多分このパソコンが
良くなかったのかな。やべべべべ。いいぞ。いいですよ。はい。セット積む。セット積むはね、あ、そっか、セット積むやりましたよ。ライトサイドセットか。ライトサイドセットはね、やりました。上の方にいるはず。リストの。はい。この積む21億、きついと思う。結構きつい。はい。ミキプルってまんま行くんですか？ミキプルまんま行けるよ。全然行ける、全然行ける。ミスらんければ盛大なミスを犯さなければ多分行ける。消えるスピード速いのいいよね。ボムキャンしなくてもボボボバって消えるのいい。あ、よし、もう行ってるわ。行けました、フェスティバルミニ10102。前半ちょっとやばかったけど、昴生さんと恋似すぎ。なんかそれめっちゃ言われてるんだけど、めちゃくちゃ言われます、それ。同一人物説疑われたりするもん。あ、ナッティさん、こんばんは、こんばんは。ホリデーティンクはね、なかなか運ゲーだよ、あれ。なかなかの運ゲーです、ホリデーティンクは。キーだ。キーだ、どこだ？ジョアン、ユキエル。あ、ユキエル残ってんのか。いや、どうしよう。ミキプル、ミキフレ。まあ、いける積むからやっていくか。キーだ、行こう。あ、ズンダモンか。ズンダモンの声らしい。ズンダモンの声で笑われてる。はい。はい。オッケー。はい。よし、ループ。はい。オーマイガー。あ、そういえばあれか。まんまいチャレンジの時は、このロングチェーンじゃなくて、最初ショートチェーンでやってたのか、いつも。はい。はい。オッケー。はい。よし。はい。
あーやばばばばい。ハラハラ感。まあいけるか。いやフラグみたいになっちゃう。ほい。グリムとかはさ、ショートチェーンないともしかしたらきついかもしれないけど、キーダはまあまんまいかないことなんてめったにないから。ほい。やべ、フラグだったかもしれん。はい。マイツム一気に少なくなった。よし、危ねえ。ギリギリだった。ギリギリだったわ。危ない、危ない。キーだ。10059。はい。ハラハラでした。P ルークに隠しボイス。まさか。やべえ、重すぎる。マジ？大丈夫かな。まあ、この流れでグリム行くか。似たようなツム。グリム。グリムさんはどこですか？あ、あれ？取りすぎてるか。グリムさん？いた。グリちゃん行こう。重いし画質がおかしい。なんだろうな。なんかずれてない？ちょっと待って。ね、僕のさ、リストさ、ずれてる。あ、あれか、わかった。あ、そっかそっか。僕が、カーソルを移動させ、カーソルっていうかさ、スクロールしちゃってるからか、エクセル内で。だからちょっとずれてるのか。グリムはね、ちょっと最初前半だけタイムボム狙いで時間稼いでから後半ロングチェーンにします。はい。ラグイ出た出た。どうしよう。いやもうどうしようもないな。ラグが治るのを願うしかない。はい。でもなんかちょっとマイツム少ないぞ。はい。たまに止まる。何なんだろう。いやなんかマイツム少ない。助けてちょっとこれ。画面のさ、画面ってか通常2分の1が、割合的に2分の1の割合で、50% が毎積みになるはずなんだけど。なんか少ないぞ。3分の1くらいしか打ってきてない気がする。はい。あ、いいね、いいね。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。こんだけ稼げたら、いけるような気がする。まだちょっと気が早いか。ちょっと止めるか。やべ。はい。はい。止まった？止まったらとうとうやばいぞ。ラグラグらしい。はい。
はい。いやでもこれはちょっと問題だよね。普通に配信がラグいって結構重要なあれだな。はい。よし。画面ラグくても声がしっかり聞こえてる。それ絶対もう僕のパソコンがあれじゃん。悪そう。それ音声聞こえてるってことはさ、僕がカクついた画面配信してるんじゃない？もうそうとしか思えないな。パソコン買えるわ。 MacBook Pro、 MacBook Pro って性能スペックいいんじゃなかったっけ。なんかこんなにすぐガタが来るもんなのかね。寿命短くない？ 1 年くらいしか使ってないよ。あ、グリム10767、30万くらいしたんだけどね、 MacBook Pro ね。よし。連続21億チャレンジは多分死んじゃう。それ死んでしまうわ。あ、ブルーペアリーはね、めちゃくちゃ低い勝率が。てかまんま行くことがほとんどないからめちゃくちゃきついです。ジャバザ行くか。あ、スケマレ多いな。エージェント P、 シーバズ、ラブリースティッチ、まあ、一旦ジャバザ行こう。はい。100周年ミッキー&ドナルドはね、きついです。めちゃくちゃまんまいけなくはないけど、その勝率がめちゃくちゃ低い。だから今回まんまいチャレンジの、まんまいチャレンジでいつも選んでる基準って、まんまいいけるかどうかじゃなくて、まんまいいきやすいかどうかっていう感じだから、まんまいけても、いけるポテンシャルがあっても、行きづらかったらね、まんまいチャレンジにちょっと採用できないんだよね。パソコン詳しくてパソコン専門って、あ、それね、そう、普通にそのなんていうの、ゲームとかするだけなら Mac じゃなくて Windows とかの方がいいんだけど、なんで Mac にしてるかっていうとね、つむつむ対象いいんだよね、めちゃくちゃ。 Mac が Apple だからね。つむつむって iOS と相性がいいじゃん。で、 iOS と配信の相性がいいのが Mac なの。だから MacBook にしました。はい。やばい、タイムボム全然出ないんだけど。ジャバザってこんなタイム出づらかったっけ。演出長いよね、このチーム。はい。よし。ポカポカ言ってておもろい。チクシ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 。
はい。キャプチャーボードを返するからない。あ、それね、Mac はね、キャプチャーボードいらないんだよね。でもキャプチャーボードでね、やってたんだけど、やったこともあるんだけど、Windows の時ね。まあ、いろんなミラーリング試したんだけど、やっぱりね、画質が悪くなったりとか、色味がちょっと違ったりとか、やっぱね、相性があんま良くなかったんだよね。完璧な、やっぱね、でも、そう。だから、MacBook に変えたら、めちゃくちゃ画質上がったから、配信の画質が。だからやっぱね、相性がめっちゃいいんだと思う。はい、そう、塾師って小学校の頃めっちゃ行った。あれ全国共通だよね、共通だよね、塾師って。あれ本能的に出る言葉なんかな。別にさ、どっかでさ習ったとかそういうのでもない、習ったとかさ、どっかで見たとかそういうのでもないけど、みんな塾師っていうもんね。本能的に出る効果音が塾師なんかな。あ、今使ってるのがね、MacBook Pro です。MacBook Pro。はい。やばいやばいやばい。デュクシって言ってたよね。なんなんだろうね、あれね。不思議なんだけど。まあ、正直、なんていうの。Android じゃなかったらさ、あ、違う、iPhone じゃなかったら、普通に Windows にしてたけど、僕は Windows パソコンの方がね、やりやすく感じてるからね、実際。でも、やっぱこの配信の画質がね、上がるんだよね。Mac にすると。iPhone とかと相性がいいから。あ、MacBook じゃなくて Mac Pro。はい。Mac Pro どうなんだろうね。ちょっと見てみようかな。ありがとうございます。教えてくださって。僕の学校ではやってなかった。あ、そう？デュクシ、デュクシ。なんか人殴るときとかに。デュクシって言わない。デュクシ、デュクシ。はい。よし。ジャバザ長いね。ジャバザ長いわ。はい。よし。ジャバザどこだ？ジャバザ、ジャバザ。10099。はい。よし。殴るっていうか、あれね、攻撃するじゃん。そう、攻撃するときに言うの。本気殴りだったら多分デュクシって言わないからね。怖いでしょ、デュクシって言いながら本気殴りしてきたら怖すぎる。ミキプルーン、ミキプル多いな。ミキプルやろうかな一回。よし。いや、長期戦だね。長期戦ですね。さすがに、連続30体以上もいると、長いね。アリスも多いね。
いや、先にフルート行って。はい。ギャラクシーやってるんですけど、iPhone の方がやりやすいですか？あ、なんかね、それね、端末によるらしい。あ、やべえ、ミスった。ミスっちゃった。運営さんがね、最近ね、ギャラクシーに変えてた。iPhone から。なんか iPhone ね、最近な、相性悪くて、逆に。つむつむカクついたりするんだよね。その iOS のアップデートと相性が悪いのかわからんけど、つむつむがね、割とね、よくカクついたりするので、はい。運営さんはね、なんかね、ギャラクシーに乗り換えてました。まあ、ギャラクシーの中でも相性のいいやつと悪いやつがあると思うけどね。はい。オッケー。アンドロイドの時代が来てしまったのか。でね、その運営さんの使ってたアンドロイドめちゃくちゃ軽かったからね。今どうなのかな。多分今もアンドロイドなのかな、あれ。でもさ、アンドロイドって わかんないくらい。アンドロイドでも機種によるけどさ、全然カクついてないんだよね。ギャラクシーのどういう機種か忘れちゃったけど。あ、やべ、ミスった。もう。いや、ちょっと。今回、プルートめっちゃかそってるな。このプレイ。プルートかそりまくってる。はい。なんでこんなにプルート不足なんだろう。パフュームアリスね、21億結構きついんじゃない？でも、もしもパフュームアリスで21億いけたら、多分ね、3時間以内に21億いけちゃうと思う。それくらい早い。パフュームアリスで21億。行くなら。めちゃくちゃ早いと思う。2時間半くらいで行っちゃうんじゃない？ 21 億。行けたらロマンあるよね、だから。パフュームアリスさ。はい。最速で21億いけるツムになるんだけど。よし。いや、またいない。なんでなんでこれ。なんでミッキーめっちゃ降ってくるのに、プルートこんなにいないんだろう、今回。すっごい偏りしてるね。はい。オッケー。はい。あ、ミスったけどいいや。めちゃくちゃ早いよ、多分。だって、パフュームアリスさ、普通に、10分以内に1億いけちゃうもん。そもそも、スクワトル速さがめちゃくちゃ速いツムなんで。はい。うわあ。オッケー。一番早いのはジャミル、あれスペシャルステージだもん。スペシャルステージだから。それ言ったら多分アリスもスペシャルステージだったらめちゃくちゃ早いしと思うしね。さらに早いんじゃない。はい。ね、右プルでね、右プルで1億とかもう正気の沙汰じゃないよね。僕右プルで1億いった方2人ぐらい見たことあるんだけど、何いるのかな全国で。でも3万コイン超えてたよね、普通に。やば。1プレイ3万コイン。まあ、やばい。フルアイテムだろうけど、それでもやばいよね。あ、ウィスカラブさんありがとうございます。ナイスパ。
こんばんは、昨日誕生日だったので、バースデーアナ。あ、ごめんなさい、ちょっとね。すいません、今日ちょっとね、まんまいチャレンジなので、ごめんなさい、ほんとすいません。ツムリクエストできないんだよね、今日は。マジですいません。ナイスパーありがとうございます。スパチャありがとうございます、ほんと。はい。ごめんなさいね、ほんと。ちょっと今日は、まんまいチャレンジっていう、あれなんで。いや、ほんとすいません。でもありがとうございます。イスカラブさん。ミッキー&プルート。誕生日おめでとうございます。誕生日いいね。656。よし。バースデーアナで、まんま行けば問題なし。まあ、そうだけどね。バースデーアナでまんまいはちょっと、あれだぞ。鬼畜すぎるぞ。さすがに。かなりきついよ。バースデーアナってだってあれだもんね。まあ、ハッピーアナだったら絶対無理だけど。シーバズ。シーバズやりますか。オッケー。はい。はい。ちょっとね、新タップ今練習中なんだけど、ちょっと今回は、この今の慣れてるやり方でやらせてください。新タップね、めちゃくちゃコメント来てたので、練習してます。ちょっと今回はまんまいチャレンジなので、なんか新タップやるとね、なんかミスっちゃうんだよね、すごい。天井タップ。慣れてないだけかな。はい。いいね。おー、すごいループする。Cバズは余裕そう。Cバズマジで余裕、これ。なんかやっぱさ、その C バズってさ、そのなんていうの、ガチのぶっ壊れって感じがする。なんか仕事量に対して得られる報酬がでかすぎる。このタップしかしてないのにめちゃくちゃコイン増えてるから。やっぱなんかさ、実感するよね、このツム。はい。やば。やば、ミスった。これぞホワイト企業。マジでタップしてるだけでめちゃくちゃコイン溜まってくもんね。さすがだわ、シーバーズ。10514。よし。新タップ、僕も練習してて、2回目のタップ数気になって、天井見ずに。あー、僕もなんか無意識にそれしちゃってんのかな。確かに僕も無意識にそれしちゃってんのかもしれない。消去数意識しすぎてるから天井タップミスっちゃうってことね。それあるかな。アドアナ香水アリス、まあ、香水アリスいくか。じゃあ香水アリスね、なんかもうロングチェーンだけでもいける気する。ロングチェーンメインでゆっくりロングチェーンするだけでも多分一番前いける。パフュームアリスは。はい。はい。
ッケー、900コイン入ってくるもん1スキル。ガチ強いよねすごいわこのツム本当。はい、はい、コインの貯まるペースが早すぎる。コインの表示量がすごい。これぞもう本当になんか調本当にこれ調整合ってたのかなっていう感じするよねもはや調整ミスなんじゃないかなってぐらいコイン入ってくる。はい、ロングチェーンやるとさやっぱりザクザク感やばいねコインの。こんなにロングチェーンで、ね、ゆっくり丁寧にやっても全然いけそうナミネとシーバズいつ復刻しますか。ナイスパーありがとうございます。サクタンさんありがとうございます。ね、シーバズに関しては多分三が日で復刻します。シーバズに関しては、まあ、もしかしたら普通のセレボで来る可能性もあるんだけど、シーバズは多分ね三が日だと思う。毎年三が日で来てるんで、あもう行ってるわ。オッケーオッケー。でナミネに関してはあのキングダムハーツコラボがないと、少なくともキングダムハーツコラボがないと復活しないと思う。で三が日で来るかどうかも分かんないナミネは。よし、そうナミネね、あ9月にキングてか今年多分キングダムハーツの新ツム来るんじゃないかなと思ってるんだけど、2年おきに来てるもんね。2年おきに来てるので、そう2年おきの9月に来てる。カラフルミッキー、カラフルミッキーどこだい。からみきからみき、あ今何体目なんだろうわかんないけど、な結局さ残るのはいつものツムになりそうだな。いつものツムが残りそう。はい、よし、はい。てかさこのなんていうの、このプラス補正のさこの消去数連発できるセット積むカラフルミッキー超えたライトサイドセットすごいよね。よくこれ超えられたなって感じするんだけど、てか評価めっちゃ上がったよねライトサイドセット登場当時から。はい、あてかさなんていうの、最強詰めまとめみたいな動画出そうかなと思ってね、スキチケ優先度とは別でね、でか最強現時点での最強詰めをまとめるみたいな動画をね、確か去年の12月に作ったと思うんだけど、なんかそれをまたもう半年経ったからさ作ろうかなと思ってるんだけど、これでまた来月最強ツム来たらどうしようかなと思って、だからね、いやどうしよう、でも次確率アップだったらさ、もしも動画のネタなくなるから、まあ、動画のネタなくなったらやろうかなと思ってる。動画のネタがねなくなっちゃうんだよね確率アップ多いと。
い。ジャミル最高わかる僕。ジャミルね、裏でなんだかんだね、めちゃくちゃ使用頻度、最近はね、ローズとかよりもね、ジャミルの方が使用頻度高いかもしれない。そんくらい僕ジャミル結構お気に入り。あれ楽しいんだよね。だってマレ系でプラス補正あんながっつりかかってるツムってジャミルだけだもんね。楽しいんだよねあれ、めっちゃザクザク感が。いけそう、ジャミルに浮気しちゃう。よし、1枚いけた。あ、使用頻度ランキングね、確かに使用頻度ランキングも面白そう。それやってみたいな、それもいいね。今のセレブ確率やばくないですか。33万コインで星ブル1体の確率、え、普通だよそれ、普通普通だって、12回引いて1体当たったら確率通りくらいだもん。33万コインだったら11連でしょ。11連で星ブル1体だったら全然普通だと思うよ。むしろちょっといいくらいじゃない、1体分1体分いいんじゃないそれ、確率。いや、使用頻度はめちゃ、使用頻度ランキングはね、めちゃくちゃ個人的というか超主観多分。でもまあたまにはそういう動画もあっていいかなっていう。あ、ジョワン、ジョワンやろうかな。じゃあジョワンさジョワン毎粒少ないとこけるときあるんだよね普通に。さあどうなるかで、ジョワンでまんまいかないって多分相当相当下ぶれてるから、機嫌悪くなければいけるはず。はい、よし、いいぞいいぞいいね、はい。おばあちゃん機嫌いいんじゃない今日は。今日は機嫌がいいんじゃないでしょうか。はい、はい、なんかさジョワンの時毎回このピクサーランプがサブできてる気がするんだけど、ジョワンのピクサーランプ率やばくない？ルクソージュニアだっけ、名前あるよねこのランプ。はい、はい、ジャクサリ復活はね、秋か冬じゃない、ハロウィンかクリスマスだよ多分。それかまあ唐突なスペシャルセレボ、正直もう何でもありだからね。ゴールデンウィーク記念セレボとか来ちゃったらもう何でもありだからさ夏休み記念セレボも一回あったし、だからそういう記念セレボ、もしくは、うん、もしくは普通に三が日か、まあハロウィンのセレボか。ハロウィンセレボはないか、うん、ハロウィンないかな。もうじゃああれかな、三が日だな多分三が日の目玉にしてきそうじゃない、普通にジャクサリは。それでいいと思う。逆にジャクサリも復活させちゃったらさ、三が日の目玉が少なくなっちゃうんじゃない。はい、はい、そう簡単にね復活、もう普通のセレブで復活できるような性能のツムじゃないと思うんだけどね、ジャクサリ。
だからまあ三が日の目玉になるんじゃないかなと思ってる。よし、全然余裕できちゃった。ジャクサリ、ジャクサリじゃない、ジョアン1。今日は機嫌めちゃくちゃ良かったね。10651、めちゃくちゃ余裕のままだった今日。どうやったらそんなにうまくする。この妻ね、ボムキャンの速さがめっちゃ重要。ボムキャンする、なぞった後のボムを消す速さがマジでめちゃくちゃ重要です。質問です。 PS 上げるならどのツムで練習するのがおすすめ。あのね、最近気づいたことなんだけど、やっぱね、あの一つのツムばっか使ってるとね、絶対伸びない。どんだけ難しいツム使っててもそのツム特化になっちゃうから、いろんなツムを使うのがおすすめ。 PS を上げたいなら雪エル多いね。雪エルやるか。そういえば雪エルやってなかった。でも雪エルいけるかないけるよね、さすがに。ちょっとアップルペンシル使わない方がね、雪エルはやりやすい。はい、よし、はい。あ、ミスった天井消しようと思ったのに。はい、オッケー、さあ来い。うわー、ミスった。うん、どうしよっかな。はい、はい、35か。視聴者のプレイのコーチング、確かになんかそれ一回やったことあるんだけどね、いつだったか忘れちゃったけど、それね、やったこともあるんだよね。視聴者さんのプレイ動画になんかアドバイスする動画。はい、ただ現在ね、DM がね、完全封鎖、完全ではないけどなんか全然返せてないから、 DM 一時的な閉鎖状態みたいになってる。はい、はい、はい。うわー、なんかあわよくばタイムと思ったけど出なかったか。ちょ、失敗しすぎ。はい、はい、オッケー、はい、いっけーよ、いっけーって言っちゃった噛んだ、オッケー。天井消しめっちゃうまく決まったな、さっき。はい、あ、もう一番前いってる。最後天井消しして、あー、ダメだったよしいっけーコナンくんだね。さて、ゆきえる10759、よし、PS っていうのはね、あのプレイスキルだね。つむつむがうまいかどうか、つむつむのうまさ、うまさです、プレイヤースキル。よし、ラブリースイッチ行こう。ラブリースイッチ、ラブリースイッチでね、一番前行かなかったことないからね。これ本当にね、これ本当にないんだよね、ラブリースイッチで一番前行かなかったこと。ギリギリの時は何回かあったんだけど。はい、よし、プレイスキル、あ、プレイスキルか。
ごめん、プレイヤースキル、うん、プレイスキルか。はい、現在22体。今22体か。長いね、長い。めちゃくちゃ長いわこれ。まあでもそんなもんか。え、てかさ、マレ系がまだ全然残ってるね。マレ系がめちゃくちゃ残ってます。そう、長期戦、長期戦なのよこれは。はい、フラグじゃないよ、フラグじゃない、フラグじゃない。え、ガチでめっちゃそう稼げんのこのチーム。やべ、そう今日で全部やる。てかさ、多分今後さめちゃくちゃ増えすぎちゃうから、なんか二部構成とかもありかなと思って。万枚チャレンジさすがに長いよね。もう多分3時間超えるもん、合計収録時間が。ラブステコイン稼ぎでの成長率低すぎる。まあ、それはそう、それはそう。カリムチャームはね、なんかね、ボムアイテムないときつかったんだよね。万枚ボムアイテムあったら万枚めっちゃ行きやすいんだけど。はい、スキル回んないからかな。よし、やべ今連続で溜まった。一配信30万、多分そんくらいだと、そんくらい多分稼いでると思う。クワイガンのスキル1はね、うん、そこそこ強いよ、そこそこ強いです。チンアナゴさんありがとうございます。ナイスパ、ナイスパ。楽しい、ん、長いけど楽しんで頑張って、ありが、楽しんで頑張ってありがとうございます。ナイスパ、ナイスパ、嬉しい、ありがとうございます。あのクワイガンのスキル1ね、あの城の鏡のスキル1より効率良かったんだよね。平均6000枚の城の鏡よりもね効率が良かったんだよ。ノーアイテム壁4000枚だったかな、クワイガンは。クワイガンのスキル1。はい、 MU ランドールはね、なんか何回か練習したんだけどきつかった。なんなんだろうね、 なんかきついんだよね MU ランドール。エンバーもね、そうエンバーもね勝率が割と低い。どうしてもそのタイムにタイムボムが出ないとエンバーきついから。1万枚全然いけないわけじゃないんだけど、そうだからね、結構際どいツムがね結構いるんだよね。際どいツムが結構いる。あれ、フラワーシンデレラって入れてないっけ。あ、そっか、フラワー、そうフラワーシンデレラもね、同じような感じ。そのいけないことはないんだけど、全然いけないってことはないんだけど、なんかちょっと心配って感じ。心配とか、まあ 50% くらいの 50% 以下くらいの確率。まんまいけるかどうか。あ、ケイタさん、お久しぶりです。まあ、チャレンジ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。ベリア獣、マレウス、エルサラ。サンディークローズ初見でまんまい。そう、サンディークローズね、初見でまんまい出てた。でもあれ、フルアイテムだからね。そう、フルアイテムと合用のみだとで全然違うから、ローズ行くか。じゃあディーブケイター行こう。ディーブケイター、まだめっちゃいるな。てか青枠のツム残りすぎじゃね青枠のツム残りすぎじゃないか。ちょっと、まあ、そこら辺全部潰して、そしたらもう終盤だよね。はい、はい、
問題はね、ホリデーティンク、ダルマミッキー、エンジェルトピーだから。もう毎回同じだよ。毎回その、苦戦するところから毎回同じ。はい。よし。はい。いいね。繋がれ。マイツムがいない。マイツムいない。はい。いや、もうこれもマイツム。ちょっとマイツム少なすぎません？いきなり一気にマイツム加速量なんか。はい。オッケーオッケーオッケー、いっぱいありがとうございます。いや、ペース悪いぞ、ローズにしては。ローズにしてはペースが悪い。ほい。本番に弱いタイプなのかな。オッケー、流れ。はい。ローズは出会ってたけど、データ消えた。いや、ショック。あれ、 LINE のデータが消えたのかな。ゲストプレイだったのかな。 LINE アカウントと連携してればね、 LINE アカウント復旧できればつむつむのデータも生き返るはず。よし、1ママいけた。てか、このツム放置したらやばいんだわ。そういえば。著作権引っかかるので、ちょっと BGM 切ります。このツムマジでね、普通に著作権引っかかるんだよね。放置してると。ローズ10610。よし。青枠のツムはね、もうね、確約、まんまい、確約されてるようなもんなんで。ナミネの後にホリティンやったらうまくいく。どうかな、むしろやりづらく感じちゃうんじゃない、それ。邪魔れ邪魔れ。ソラロクスケアリーマレ、まあ、スケアリー、うーん、どうしよう、スケマレでいくか。プライムビデオでタイタニック見れるらしいから絶対見る。あ、プライムビデオでも見れるんだ。あれかと思ってた。ディズニープラスだけだと思ってた。はい。いいね。そういえば、ツムステが明日からやるので、ツイステの方でもね。ツイステのツムツムコラボが明日からやるのよ。だからちょっとそれでさ、マレウスのさ SSR がね、新 SSR が来るから、ちょっとそのためにね頑張って貯めてる。ガチャキーと魔法石を。はい。ツイステはね、あれです。ゲームだね。ツイステっていうゲーム。ツイステッドワンダーランド。ストーリーがね、マジでいいからおすすめ。特にディズニー好きな人とかは絶対ハマると思う。見たら。もうストーリー進めるゲームみたいな感じ。ストーリー進めながら、なんかキャラ育成とかもするんだけど。はい。
あ、そう、これね、収集王昔なかったんだよね。最近っていうか、まあ去年の10月くらいにいきなり追加された。チェルナボーグも、チェルナボーグが修正された時期があったんだけど、演出がね、その時期にマルウスも修正された。よし、はい、ついしてね、戦いあるよ。バトルあります。そうだから、バトルを有利にするためにレベル上げるっていうのもある。はい、あー、これさ、スキアリーマレス、すげえ、ちょちょ、スキアリードレスマレスに関してはさ、あれなのにね、なんかもうコイン特化にしてさ、ボム巻き込まない性能にすればよかったのにね。そうすればコイン特化でめっちゃ強かったと思うんだけど、ローズみたいな感じじゃない、実質めちゃくちゃ多分効率上がってるよ。そしたらコイン効率、だってこの状態でも普通のマリウスよりも効率いいからさ、ちょっとだけね。だからこれ普通にボム巻き込まない仕様だったらめっちゃ良かったのにね。はい、プラス補正とマイナス補正の位置逆、確かに。そしたら強すぎないか、強すぎない、それ。この最初のランダム消去がプラス補正入ってるんだよね。純粋なマレー系でプラス補正入ってたらやばいでしょ。普通にジャミルでもやばいのに。このツムさ、マイツムの量増えるし、それでプラス操作いったらガチでやばいでしょ。よし、スケマレが10921。いろんなツム触るかピグレット練習するか、いや、いろんなツム触った方がいいと思うね。そう、結局いろんなツムでコイン稼ぎすると、そう、いろんな技術が身につくので、一つのツムだけやってると、どんだけ難しいツムでも一つのツムだけずっとやってると伸びないと思う。経験があれしない。 J ルークか、じゃあ、もあれどうしようかな、どっちかやるか、こっ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。邪魔れ先行くか。邪魔れの方が近いので。よし。ホリティンさ。ホリティン心配なんだよね。逆に先ホリティンやっちゃうのありだけどね。先ホリティンやっちゃう？先ホリティンやるのあり。もう嫌なものは最初のうちに終わらせて安心するっていう。はい、ちょっとロングチェーン混ぜてやるわ。今何体だろう。今何体くらいだろう。多分26体くらいじゃない。え、ちょっとタイムボム出てないね。ちょっとロングチェーン狙えるとこは狙っていきたいけど、いや、でもそもそもちょっとタイムボムの出が悪いぞ。タイム狙いに切り替えた方がいいか。はい、次に21億チャン、そう、そこがね、めっちゃ悩んでる今。夏休みまでに21億もう1体増やしたいんだけど、あのピグとシンデレラ以外でね、どうしようかなって感じ。
でもそのあと1体増やせたらもう実質21億積む10体確定するので、夏休み中にやりたいなと思ってるんだけど、でもそれがねなかなかハードルが高い今のところ。ジャバザ結構言われてるんだけど、ジャバザねきついんだよね。ジャバザ結構きつい。邪魔れですらまあ結構きつかったのに、まあ言うてなんて言うんだろう、邪魔れはさスキルが回るのと、あとボム消してくれるのよ。ボム巻き込んでくれるからボム消しの手間がなくて、その分時間減りづらいんだけどさ、ジャバザはね時間減ってくんだよね。そのボム割りが必要なのと、あと消去数が落ちちゃう後半になるとボムが邪魔になってて。いいよはだってマレデレラさんやん。マレデレラさんが今あれでしょ、挑戦してるんでしょ。すごいよね、マレデレラさんで苦戦してたらちょっときついんじゃないか。あ、クワイガンはねもう達成してます。クワイガン21億は達成しております。はい、ゆっくりなぞるか。はい、マレデレラさん投稿止まっちゃってる。あのねいいようでね、あの21億目指してるからだと思う。多分頑張って、だからとんでもない動画が次出るんじゃない。その投稿が止まってるってことはそれだけすごい記録今目指してると思うので期待。またどんな歴史を作るのか。はい、さあ1万枚。ベルヤ獣はね、まずね、マレドラで21億いかないときついと思うんだよね。ベルヤ獣だって、そもそも見づらいもん。多分マレドラの方が行きやすいんじゃない？むしろ。あ、それはないか。けど、ベルヤ獣結構きついと思う。ベルヤ獣よりも、ナミネとかの方がまだ行きやすいんじゃないかな。あ、そうか、シーバズで1億か。シーバズで1億ってさ、なんか結構運絡みそうで、あれだよね。クワイガンより21億きつかった積む。クワイガンね、割と楽な方だったよ。21億。多分ジャクサリとかアドアナとかの方がきつかったと思う。21億は。クワイガンなんかコツつかんだら一気に秒数伸びたから。エルサラ魔女マレ。魔女マレ行くか。魔女。ピールークとスティッチ&エンデン、どっちで好き？チケット使うべきですか？ピールークかな。コイン稼ぎ。うん、コイン稼ぎやったらピールークだね。まあ、スティッチエンジェルさ、まあ、スキル1でも全然十分強いからね。ほい。やべ、ミスってる。音気持ちいい。マジでさ、マレ系の中で一番好きかも。この、消去音。パタ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 って。なんかタイム狙ってるんだけど、なぞりながら。タイムが出てない。こんな出づらかったっけ。はい、よし。あー、ミスった。これ何の音を、これね多分ね、羽ばたく音だと思う。鳥の
あのディアブロ、ディアブロっていうカラスがいるんだけど、あのマレフィセントの相棒ね。多分それの、それイメージしてるんじゃないかな。あ、やべえ、なんかペースやばいぞ、ちょっと。てかタイムボム全然出てなくない？このプレイ。いつもなんかちょこちょこ出るんだけど、今回タイムボムマジで出てない。こんな出づらかったっけ？私は全ての悪の支配者。いい音だよね。ほい、よし。マジュマルで終了はちょっと悲しいぞ、さすがに。ローズの曲付きはね、金曜ロードかなんかでタイタニック放送されたらチャンス。個人的にデレラよりマリウスの方が奥出すの、奥出すこと自体はマリウスの方が簡単なのかもしれん、もしかしたら。もしかしたらね、まあ、21億目指すならデレラの方が簡単なのかもしれんけど。私は全ての悪の支配者だ。はい、タイタニックってディズニー、そう、あの元々ディズニーじゃないとこが作ってるんだけど、20世紀スタジオっていう、もうそこをディズニーが買収したので実質ディズニーです。ディズニーということ、大人の事情でディズニーということになった。よし、魔女マレ、なんか前半やばかったけど後半でいい感じに出てくれたタイムボムが。次どうしよっかな。マルウス、ナミネ、ジェダイ、ソラロク、マルドラ、アドアナ。左の表はそう、エクセルです、エクセル。ナミネ、ジェダイ、エルサラ、あ、ホリティンもね。そう、どう、迷ってんねんね、ホリティンを最初の方に終わらせるか。ナミネ一回やるか。まあ、休憩、休憩しよう一回。休憩、休憩。なんか今日倍率多くない？ 2 倍？嬉しい。2倍来たり、4倍来たりしてるね、今日。はい、いいね。上つながるかな。はい、よし、安心感半端ない。ナミネはもう、ナミネの安心感やばいよね。はい、うわー、よし、繰り越せた。はい、はい、はい、人まれのボイス聞いてからの波ね、確かにタイプがね、全然違う、癒し系と威圧系。でもやっぱ波ね、ちょっと疲労感あるよね。スマホの時はそこまでなかったけど、やっぱ iPad になると若干疲労感が。よし、一番前行けました。ナミネね。10、プレイ時間がめっちゃ短いのがいいよね。素晴らしい。
ナミネスキル5で5回消しできたのにスキル6で6回消しできない。何秒変わるんだっけ？てか、あーどうかな。そう、スキル6回消しで結構難しい。難しいよ。ナミネはそう、適当につなげてます。盤面見ないのがコツ。そう、ナミネ21億ね、その、ジャバザと、まあ、どうかなって感じなんだよね。ちょっと目指してます、今。ナミネで頑張って、21億いけるように。ホリティン。ベルヤジュ、あ、ベルヤジュ。あ、どうしよう、まあ、順番にやっていくか。いや、どうしようかな。ソラ6。いや、あのね、ナミネの後にホリティンやるとすげえやりづらく感じるような気がするから、あえてちょっとあえて違うツンを選んだ。時間をとりあえず時間に余裕を持たせといて、時間増やしといて、で、ロングチェーンに入る。やっぱソラ6でさ、21億余裕なのにさ、ナミネでいけないのってやっぱあれかな。この最初のさ、消去があるからかな。だってナミネとソラ6ってそんな変わんないはずじゃん。実際、そのやってること。スキルも。全くほとんど変わんないはずなのに。なんでナミネあんなきついんだろうって思ったけど。やっぱそこだよね。最初の消去でタイム狙えるからだよ。はい、ループ率、あー、ループ率確かに。あ、そっか、ナミネループしないもんね。そうだわ、そういえば。ナミネループしないわ、全然。そこかもね。はい。よし。なんかそろそろもう切り替えていくか。はい、ドーン。どうしよう。はい、はい、いいね。以前、あ、僕が、そう、あの、痙攣消しのやつかな。あれ、実際に痙攣させてるわけじゃないんだけどね。そう、あれやるとね、マレ系結構楽になるかも。ガチで痙攣させると危ないので、それをね、まあ、言うべきだったよね。はい。固定コメントでは一応書いたんだけど。受けてみろ。よし。余裕そう。はい、 OK。 あー、ミス。ソラロクはね、コイン補正マイナス2だね。マイナス2、マイナス2だから結構かかってるよね。割ときつめにかかってる。はい、なんかコイン稼ぎとしては、まあ、スキル1はね、効果時間が長い影響で、コイン稼ぎ効率、スキル1の中ではそこそこいいんだけど、はい。スキルマックスだとね、コイン効率微妙。
キルマ、他のスキルマと比べると明らかにちょっと下の方にいる。カバドクは、はい、6月の新ツムなんだろうね。運営さんがなんか新ツム匂わせみたいなのしてたよ。それも動画にしようかなと思うけど、予想すると多分ベイマックス&ヒロが来て、わさびとゴーゴーで、第2弾新ツムが、第2弾新ツムがあれなんだっけ、トレジャープラネットから来ると思う。運営さんが匂わせみたいなことしてたもん新ツムの、ほい、よし、サラ6、まあそれについてはね、また動画にしようかなと思ってるけど、ラプンツェルのペアツムはラプンツェル&パスカルがいるけど、でもあとペアになりそうなやつだと何があるかな。あ、でもラプンツェル、あ、ラプンツェルチャームにできそうだなと思ったけど、一番最初のペアツチャームツムがラプンツェルチャームだったわ、よく考えたら。ジェイルーク、ジェダイ、ジェダイ多いね。ジェダイやるか、ジェダイ。いや、もう結構埋まってきたよ。何体なんだろうめちゃくちゃ埋まってきたけど何体なんだろう。よし、はい、ジェダイルカ多分楽にいけちゃう。はい、28。 いやもう結構終盤差し掛かってる。あと5体いければ一応記録更新か。連続33体いければ記録更新なので、はい、ありがとうございますコメントありがたい。はい、公式の、あ、標識の匂わせはね、あのディズニーゲーム公式っていう YouTube チャンネルがあるんだけど、そこでね、あの皆さんのコメントにお答えしますみたいな動画をいきなり一昨日くらいに出してて、その内容があのトレジャープラネットの新ツム出してほしいですっていうのと、あとベイマックスのわさびとゴーゴーが来てないから出してほしいっていうコメントだったから。しかも1年前のコメントに返信してたからね。1年前のコメントに返してたから、このタイミングでわざわざ1年前の動画に返すってことは、まあ、6月の新ツムがそうなんじゃないかなっていう考察。はい、なんかマーベルの新ツムとか来てほしいな。マーベル、デッドプールとか来ないのかな。はい、なんかそろそろ新ツム弱いの来そう。どうだろうね、どうだろう。てかもうすぐ新妻や、よく考えたら明日もう20か早い、時が経つのは早いだ、早いもんだ。はい、匂わせじゃなくて、ただ運営さんがネタ切れだった説。いや、ネタはめちゃくちゃあるよ、多分。候補はね、多分めちゃくちゃあると思う。まだ。
出てないさ、ディズニーキャラいっぱいいるもん。それに、ツムツムスタジアムっていう、ツムツムの派生版みたいなアプリがあったんだけど、そこで出てるツムとかも、未だに来たりとかしてるから、ネタは多分めちゃくちゃあるんだと思う。その中で、ネタがめちゃくちゃある中で、その、リクエストの多いものから出したいんじゃない？あ、よし。無理やりちょっと終わらせちゃった。10、ちょっと待ってね。あ、やばい。あ、これはいいのかな。一応 BGM 切っとくわ。著作権対策。アラジン&ジーニーとかめちゃくちゃ出しやすいよね、絶対。初心者は何のツムにスキチケ使うべきでしょ、べきですか。そこ難しいよね。そこちょっと難しいところだと思う。低スキルから稼げるツムって大体難しいんだよね。かといって、スキチケをめっちゃ貯めるのもきついから、まあ、とりあえずスキル、温存した方がいいんじゃない？スキルチケット。温存しといて、シーバズとか、簡単で稼げるツムが来た時に一気に使うっていう。まあ、今月だったらね、スターウォーズライトサイドセットとか、すごいいいと思うよ。簡単で稼げるので。簡単に稼げるツムが、おすすめ。マレウス。マレウスどこだ？マレウスさんはどこだい？あ、そう、ダッフィー&フレンズ。ダッフィー&フレンズ、来てほしいよね。やっぱ権利関係で出せないのかな、そこは。はい。よし。はい。はい。プーさんセットはプー&ピグ。いや、マジでそれ来てほしい。それ来たらマジで最高。強いプーさん来てほしくない？めっちゃ強いプーさんが来てほしい。なんかハニーポットでさ、なんかウサプーだっけ、ハニーポット貯めて爆発みたいなやつあったと思うけど、あれの上位互換みたいに出ないかな。あれの上位互換みたいに出たら面白そうだよね。ほい。よし。でもいろんなスキルがあるからね。ほい。はい。OK。ジャミルスキル3で6000はめちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃ稼げてると思う。スキチケね、めっちゃ使っていいと思うよ、それ。ジャミル、これから育てていいと思う。そんだけ稼げてるなら。センス大ありなので、スキチケ使って後悔しないと思うね。そんだけ稼げてたら。ジャミルって割と人を選ぶって言われてるけど、選ばれてるわ、それは。はい。よし。うわー、なんかグダった。グダっちゃった。プリンセス&ヴィラン、それ面白そう。てかさ、主人公とヴィランズのさ、そう、対局した存在のペアツムとか来たら面白いよね。今のところさ、相棒みたいなキャラ同士でしかペアツム来てないけどさ、
この前言ったみたいにあのルーク&ダース・ベイダーとかさ、そんな感じでその対局する関係のペア積む来たら超面白そう。重ね掛けでめっちゃ戦いますみたいな面白そうじゃない？いつか来るんじゃないかな、ルーク&ダース・ベイダー。面白そうなんだけどガストン&ベルって相性悪すぎない？それ、ガストン&ベルやばいな。なんか殴り合いするのかな、戦闘力高いかなベルって。よし、ピーターとフック船長、なるほどね。なんかピーターパンとティンカーベルとかあるかなと思ったけど、よく考えたら色かぶりしてた。ペア詰め予想また出そうかな、動画面白いよね。ディセンダントのヴィランズ親子、あのマレフィセントとマルだっけ。でもあれかな、あ、なんかディセンダント新作出るんだってね。ちょっと待ってね、どうしよっかな。あと残ってるのがマレドラ・アドアナ。マレドラ行くか、いや近い近い、アドアナから行くか。アナ&ハウス、ハンス、あのアナ&ハンス、めっちゃ言いづらい。なんかこれこそ、それこそさ、扉開けての曲つけてほしいんだけど、なんでさハンスに扉開けての曲がついてないの、あれめちゃくちゃ違和感あるんだけど。むしろ曲付きじゃない方が違和感あるくらい大チャンスだったのにね。名曲を付与する大チャンスだったのに、付加価値がつくのにね、それだけで。ハンスっていうつむに、なんでそれをしなかったんだろう。やっぱ忙しいのかな、曲を作る暇がなかったのかな。ほい、編集しました。え、飛んだなんでなんで飛んだの、怖っ。あ、あれじゃない、なんかさ、ライブ、なんかライブ配信でさ、え、じゃあずれてたってこと今まで。それが今辻詰まったのかな、謎なんだろう、なんで飛んだんだろう、謎なんだけど。ほいほい、あー、このツム補正なしなのすごいよね。なんかポテンシャルめっちゃありそう。なんかうまーく稼げたら効率結構上がりそうだけど、また安定がしない、安定しないのがちょっとあれだよね。あとスキルが回りづらい。ほい、ほい、オッケー。シンデレラのヴィランはね、あのトレメイン夫人です。トレメイン夫人、ママ母、意地悪なママ母。クリストフ&アナ、なんかいけそうだけど色的にどうなんだろうっていうのはちょっと思った。でもあれか、こうやってさクリストフとアナ一緒に振ってくるスキルがあるってことはいけるってことかな。クリアナ、クリアナね。 エルオラ、エルサラ、クリアナ。アナのペアツム来てないじゃん、そういえば。アナ&ラフになるかなと思ったけどさ、
オラフ、オラフの手厚く来るなら。なになになに、クリアな、クリアな普通じゃん。なんだなんだ、健全な、健全なチャンネルですよ。シンデレラ&意地悪姉妹。鳥、あれそれあれじゃん、鳥を積むじゃないそれ。あ、中村さんありがとうございます。ナイスパ、ナイスパ、ナイスパ、ありがとうございます。え、でもさ、実際さ、クリストフ&アナってペア積む来たら絶対クリアナって略されるよね、 100%。だってそれ以外の訳し方なくない？エルサラもエル、エルオラだし。よしよし、できました。アドアナね、10066。クリアナまんまい、ナイス。ハートの女王&トランプフェイ面白そう。アナストフ。アナストフね。なんかゴルバチョフみたいだね。シンデレラスキル4と5は、どうなんだろう、そんな変わんないんじゃない、シンデレラ。シンデレラはね、成長率的には確かそんなあって気する。やば、もうちょっともう限られてきてるんですけど、どうしよっかな。マレドラ行くか、そろそろ。マレドラと、ちょっとちょっとちょっと、マレドラもうちょっと打ってきてください。よし、タイム来い。よし、もう長くつなげるとこはつないじゃおう。ほい、あ、こんばんはこんばんはこんばんは、ありがとうございます。ちょっと長期戦になりそう。12時までに終われるかな。こっからが長いぞ。言うてでもあれか、あとちょっとか。はい、今何体なんだろう、今何体、ちなみにもう30体くらいじゃない、これで。これ30体目じゃない、もしかして。あと3体ってことは、はい、サッカーの試合が0時から。あ、そうなんだ。テレビの、実際にやるってこと？0時から、0時からサッカーやるってすごくない？深夜の、深夜、深夜サッカー、深夜フットサル。はい、やば。オッケーなわけ、普通に突っ込まれちゃった。はい、よし、ジョマレアンダマジョマレ。それ絶妙だね、絶妙だね、絶妙すぎるペアなんだけど、それ実写版と元ネタのペアっていう、斬新すぎるね、そのペア。
超斬新。よし、やべ、ちょっとなんか目が痛くなってきたんだけど、この色なんか痛々しいじゃない、なんていうのあれじゃない、結構チカチカするね。よし、まあいけるでしょう。はい、ちょっとロング交えるか。いや、ロングできないわ丸ドラ。はい、ピクルス&ピーナッツって、それ何、キャラクターなのもはや。キャベツと同じか。まあ、キャベツミッキーいるからな。キャベツからミッキー、キャベツミッキーからミッキー抜いたらキャベツだもんね。はい、ありえなくないかも。ありえないか。今何体だろう。ちょっと待ってね、コメントで言ってくれてる方いるかな。はい、よしよし、いけた。いければ OK。 さあどうかな。32体目？え、今32体目だって。え、じゃあ次で達成ってこと？こんなあっさり達成していいの？なんか。今32体目らしい。え、めちゃくちゃあっさりじゃない？次で更新。次で記録更新です。やった。ベリア獣。ちょっとプレイ時間短い積むから攻めとこうかな。次なんかもう達成しちゃうなら、あれが万枚積むがすごい勢いで増えたからかな。結構ハードルが下がっちゃったかな、記録更新の。よっしゃ、はい、これで更新できなかったなんか。まあまあまあ、そしたら次の目標がねできるので。連続40体とか理論上可能だよね、でも。はい。ガジェットの新爪でもあれじゃない、レスキューレンジャーガジェットが出たじゃん、おととし。おととしレスキューレンジャーガジェット。はい、オッケー、ギリギリ。よし、記録更新まだあとちょっと。え、てかめっちゃ秒数減ってないぞ。なんかこれだったらもうあれでいっか。いや、秒数増えてる逆に。これだったらロングチェーンでいっか。もうロングチェーンでサクッと終わらせよう。はい、なんか効果時間短く感じるんだよね、ベル&野獣。
トイストーリーのおもちゃの兵隊のおもちゃの兵隊のセットっつうの、それどうやって見分けつけるの？すごいよそれ多分。見づらいとかのレベルを超えてると思う。あの触った時にどこが光ってるかで判別しなきゃいけない。つながる場所、それかもう一種類とかね、一種類全部つながるとか、常にガストン状態。ゲームとしていいのかっていう感じはあるけど、はい、よし、ゆっくり行こう。めちゃくちゃ多分余裕があるので。あー、ミスった。あー、野獣単独やっちゃいけないやつだよ。はい、やってしまいました。次のセット、キンハーかな。キングダムハーツ出せるかな。キングダムハーツ確かに。てかさ、もうハードルめっちゃ上がってない？セット積むの。今までセット積む2体出てるけどさ、どっちもめちゃ強いやん。カラフルミッキー&フレンズセットめちゃ強くて、で、今回のライトサイドセット1分効率4000超えたでしょ。もうきついでしょ、めちゃくちゃ。ハードル超えるの。なかなかきつい。あ、よし、いけました。10146、 OK。 あ、やった、これで33体目更新しました。イエーイ、記録更新。なんかちょっとあっさりすぎたかも。記録更新やった。こっからどこまで、まあ、35体目標だからね、一応ね。ちょ、ここでパンプキンキングやっちゃうとつまんないから、難しい方からいくか。ホリデー、ダルマ、ミッキー、エージェント P。 ちなみに33、34、35、36、37、38、39、あ、39までいけるんだ、これ全部やれば。あ、バースデーやなんて最後いけばいいのか。 40体目をスパチャでいただいたやつね。ホリデーティンク行こうかな。連続企画でちょっとなんか、でもなんか増えすぎたんだよ、連続マンマイが。その展開的にこんなにあっさりいけちゃうとあれだからね。ホリデーティンク行くか。ホリデーティンクだよ。これでまあいけなかったとしても、まあ、次の目標ができるので。はい、もしこれでいけなかったら次40体目標にしてまたどっかでやろうかな。はい、はい、 OK。 はい、いけるかな。ホリデーティンク毎積む次第なんだよね、この積む超毎積む次第。あー、今あえて待てばよかったかも。はい、よし、繰り越し、ナイス。めっちゃスキル溜まるね、このスム。はい、はい、はい、ナミネの、あ、完全介護官ではないです、ちなみにこのツム。むしろスキル1、2だとね、こっちの方がナミネよりも効率いいんだよね。なんでかっていうと、ナミネはね、スキル1だとね、マイナス5段階ぐらい勝ってるんだけど、このツムはマイナス3段階なんだよ、スキル1でも。で、しかも、こっちの方がスキルループするので、低スキルはね、こっちの方がね、稼ぎやすいと思う。ただやっぱスキル上がるとスキル3とかくらいまで上げちゃうと
波音がどんどんめっちゃ強くなっちゃうからね。ほい、オッケー、ほい。そう、ウォルトディズニー来たら熱いよね。でも出せないのかな。やっぱ出しづらいのかな。ほいほい。あ、ウィンターアナはもう完全介護官です。ちなみにウィンターアナはもう完全介護官と言ってもいいと思う。あれはどこを取っても勝ってる部分はないね。ウィンターナに関しては完全介護官だと思う。まあ、演出がいいからね。ほい、よし、オッケー、一番前いけた。肖像権。でもさ、クイーンってさ、実際にいる人だけど積む化されてるじゃん。10420、よし、34体目、35体目行こう。35体目、あとは2、なんかすごい倍率くね。2.5倍、倍率がすごい今日。だるまミッキー行こう。難しい積むを攻めていく。あ、そっか、一番最初のさあね、一番最初のあれがね、発動しやすいっていうのはあるけど、そもそもだってもう消去数がさ、波音よりも取れないしね、あれ。そう、繋がる範囲もすごい、波音、ホリデーティンクと比べても繋がる範囲がさ、あんま繋がんないもんね。範囲が狭い。はい。めっちゃ久しぶりにやってるかも、だるまミッキーとか。はい、やべ、はい、やばい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 ぞ。タイムボム出よう、タイムボム出てくれ。はい、あーあーあーあああ、ちょっとペースが、はい、お、帰ってきてる。生き返ってきてるぞ。あー、ちょっと繰り越し見せちゃった。おおすごい、復活してるペースが。いけちまったー、いけたー。普通にいけちゃった。やったー。だるま、この前なんかさ、だるまいつもなんかドキドキさせてくれるよね。はい、よし。あー、危なかった。11038、生き残りました。前半ダメだと思ったよね。前半絶対、あ、これ死んだなって思ったけど、なんとかいけました。あ、なんかすごいぞ、いい感じです。どうしよっかな、エージェント P か。エージェント P ってどこだっけ、この辺だったっけな。
いた。あ、パンプキンキング、パンプキンキングさ、どうしよう、どうしよう、パンプキンキング、いやどうしよう、エージェントピー、まあどうしようかな。いやちょっとパンプキンキングはね残しておきたい。エージェンピーでいく、エージェンピー、はい、オッケー、はい、エージェントピーめっちゃ久しぶりかもやるの、はい、オッケー、ほら、だるまミニーね、まんまい結構きつかった気する。もしもこれ全部いけちゃったら最後いいね、ラグビーミッキー、そう、さっきもコメントあったけどラグビーミッキーさ、リベンジして40体いけたらすごいよね。40体いけたら結構すごい、はい、次のまんまいチャレンジのハードルめっちゃ高くなるけど、そしたら、はい、ほら、キャベミねキャベミとねラグミがね、まんまいのまんまい行きやすさが同じくらいなんだよね。どっちの方が行きやすいのかな、ラグビの、ラグミ、ラグミの方がね行きやすいと思うんだけど、まんまい自体は。はい、はい、あ、ばばばば、ミスった、え、もうちょっと前積もしいぞ、タイムナイス、ほい、オッケー、よし、タイムナイス、そう、これね、ジャイロそう、このツム、ジャイロ前提みたいなツム、ジャイロないとちょっと微妙、はい、オッケー、はい、もうちょっと前積もしいぞ、あー、フィーバーミスった、はい、フィーバーインミスってしまいました、いや、ナイス、タイムボム大量大量に来た、マジでありがたい、はい、はい、ラグイまたここに来てラグが、ラグ再発か、はい、よし、これは来たでしょ、オッケー、あ、いけた、いけた、いやー、ギリギリだったな、いや、そこでもない、そうでもないか、よし、エージェント P 行きました。10509。エルサラ、いや全部プレイ時間長いな。パンプキンキング行くか、じゃあ。パンプキンキング行きましょう。パンプキンキング。パンプキンさん。パンプキン。いた。パンプキンスキル5なんだよね。でもスキル5でもね、スキルループしちゃえるので。スキルループできるので、タイム2個熱いよね、曲いいよな、このツム、曲が最高、曲が最高のツム、はい、
はい。この粒ね、止まってくれるんだよね、パンプキン消すと。はい。次の場面見やすい。あー、はい、オッケー。おっと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 、うわ、これパンプキン消せないとね、こうなるのよ。はい。はい。ほら。そう、ポーズまれみたいな感じ。あ、やべやべやべ。さあどうかな。はい、ほら、あ、おやすみなさい、おやすみなさい。そう、もう夜がね夜もう11時50分。やっぱさ、時間かかるよね、やっぱこんだけ粒の数増えると時間がかかっちゃう。はい。はい。おっと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 、よし。ちょっと待ってね、ごめん、この粒さ、スキルの演出が短いからコメント見づらいんだよね。コメントが見づらい。なんかさ、なんていうの、このお化けの演出がさ、出る前になぞってもさ、周りの粒消してくれないんだよね、この粒。なんでだろう普通お化けの演出出る前に繋いだら周りの粒消してくれそうだけど。はい、やべ。やべ、ぐだっちゃった。はい。21億いけるマレ系と1億いけるマレ系の違い。ああ、マイツムが増えるかどうか。あの、マレデリラさんみたいな、もう1000超えたスプレイスキル持ってる人だったら、多分ね、あの、この4種類の状態のマレ系でも21億いけちゃうと思うんだけど、あの、マイツム増える。でも、なんていうの、一緒につながる何々が出てみたいな、そういうスキルのマレ系だったら21億いきやすくなる。マリウスもそうだからね。
マリウスの両性ツヌが出てつながるようになる。ソランドロクサスも、ま、ロクサスが出る。はい、よし。あ、スキアリードレスマリウスで21億いけないのはスキルが回んないのと、おまけ効果で大ツムが降ってきやすいせいでタイムが狙いづらいからです。多分ね、タイムが、あ、タイムじゃない、なんだっけ、おまけ効果がなくてプラススキル回ってたら多分21億生きてたと思う。マリウスと同じになるんで、マリウスと同じスキルってことになるから、ほい、ほら、もうなんかロングチェーンしても良さそうじゃない。オッケーオッケー、よし、来たでしょ。これはよし、いけた、いけました、よし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 、パンプキンキング達成。何体目だろうこれ。162、あとエルサラとエレガントラップのみです。エルサラとエレガントラップのみ。行くぞ。ちょっとここはね、こっからはね、運次第だね、もはや。もう運だよ。ここまで来ると。運です。37体目だって。37体目です。だからこの後、次の2体達成して、で、プラス、まあ、ラグビーミッキーとかで行けたら40体目いける。よし、行くぞ。マリウスで21億いけるのになんでローズでいけないの。ローズはね、サブツム周り消してくれないからです。ローズはサブツム繋いでも周り消してくれないんだよね。そこが主な原因。ほい、よし、まあ、ビジナミネで稼いでいくわ。はい、カリムさ、そう、あのカリムチャームね、ボムアイテムつけないときついと思うんだよね。まんまい一応じゃあちょっと、もしもラグビーミッキーでいけたらやってみるけど。はい、はい、マジか。3体しかいない。3体しかいなかったよ。エルサラはね、マイナス2段階あります。マイナス2段階。だから、スコア出しにおいてはね、このマイナス2段階が結構痛手で、21億取っても全然コイン入ってこない。ほい。17万コインぐらいしか入ってきません。21億取っても。シンデレラとかマリウスとか50万コイン入ってくるんだけど、このツムはね、そんだけしか入ってこない。ナミネもマイナス2段階だね。ナミネと同じだね。ナミネと同じです、補正値は。ナミネとめちゃくちゃ差がある理由は演出が長いから。はい、あと、マイツムが増えてない。マイツムが一種類のまま。このサラマンダーね。はい。あ、豆ビルはね、もう、やりました。豆ビルは、達成済み。はい。
まあ波のよりもねスコアは取りやすいね、こっちの方がスコア倍率もクソ高いのでスコア倍率めちゃくちゃ高いんだよね、このツム。すごいよ、ほんとものすごいスコアが入ってくる。あ、やべ、マジかいや、タイム出ないか、今の。今のミスでタイム出てくれたらよかったんだけど。はい、よし。凍らせるとね消去数が増える。まあ、凍らせた分巻き込めるから消去数増やしやすいって感じ。ただ手間があるけどねチェルナ防具みたいな感じで。はい、だからマイツムが全然いないときはわざとこうやって凍らせてマイツムつなぐと普通に結構消してくれる。はい、だから本当にこれさ、演出なければめちゃくちゃ強かったと思うよ、このツーム。マジで、ユキエルとか、並んだんじゃね？ユキエルと。ユキエルと並ぶくらいの強さあったのかもしれん。演出なかったら。はい。まあ、でも逆にこの演出があることによって21億いけてるから、まあ、スコア特化だね。まあ、スコアにめっちゃ尖った性能になってるから。よかったのかも。はい、よし。はい、よし、いけました。10127、あとはもう運ゲーだ運ゲーです。ここから皆さん運ゲーになります。やった。あ、もう何、そっか、月曜日だからか0時超えてしまった。よし、さあこっから運ゲーになりますよ皆さん。いけるかな。エレガントラプンツェルです。最後エレガントラプンツェル行って、でこれいけたらラグビーミッキー。まさかこんなにすんなりいける、こんなにすんなりいけると思わんかった。なんかどっかでつまずくかなと思ったんだよね、今日。はい。OK。繰り越して。キラーン。あ、待って、フィーバーイン気をつければよかった。まあいいか、スキルもあるし。はい、さあ無限のタイムボム来い。もう運でしかないからね、もはや。よし、あえて大ツムをその場で消さない。あー、これやりすぎたやりすぎました。やっちまったよ。はい、致死量のタイムボム。でもタイムボム出てないね今のところ。タイムボムの出が悪いぞ。いや7 ちょっと攻めすぎたか。うわー、今デカジュディがラプに変わってくれれば。いやマジでタイム出ないんだけど。こんなに出づらかったっけタイム、このツム。あ、タイム出た。あ、よし、
マイツムに変わってくれた。そう、この展開を待ってた。あ、やった。でかいぞ。ループ。これちょうどいいんじゃない？オッケー、ちょうどいい。オッケー、タイム出た。はい。タイムナイス。変われ、オッケー。よし、大詰めがめっちゃ毎詰めに変わってくれてる。いいぞ、これ。あー、今ちょっと毎詰めなぞってからのがよかったね。よし。はい。いいね、いいね。いや、さすがラップだよ。タイムボムが出れてる。あ、デカツムにね、そう、マイツムがね、デカツムこれ変わってくれると、あ、違う違う、デカツムがマイツムに変わってくれると、デカツムってマイツム5個分溜まりやすくなるんで、一気にマイツム5個分溜められるんだよ。そうなんで、これを、それを、それが起きるとね、結構有利になる。よし、いけないでしょ、これは。ラグミもちょっとこの調子で、いや、どうかな、ラグビーミッキー。でもさ、でもさ、ラグビーミッキー効率検証の時平均1万800枚とかだったんだよね。ってことは、その効率検証がめっちゃ破れてたってことなんかな。なんかラグビーいつもさ、万枚チャレンジの時になると不機嫌になるんだよね。不思議なことに。イアンとラグビーだったら全然ラグビーの方が来やすいと思う。よし、いけた。いや、ラップさすが、やってくれました。10248、 OK。 じゃあ最後40体目はリベンジとしていきましょう。リベンジしよう、ラグビーミッキー。これでまたちょっとやられたら本当やばいぞ。ちょっとラグビーミッキーリベンジします。今回はどうだ？いつももう毎回ラグビーミッキーでこけてるけど、今回こそ、今回こそは、これでいけたら40体目。3度目の正直です。はい。OK。タイムボムいいぞ。はい。いや、毎粒少ない。ちょっと毎粒少ないじゃん、いきなり。勘弁してください。はい。はい。あえて待つ。マイツムやっぱ少ないよね。なんで、なんで万枚チャレンジの時になるといつもあなたは不機嫌になるんですか。あべ。ラグミはね、めちゃくちゃスキル回るのが売りです。はい。めちゃくちゃスキル回るでしょ。これがこのツムのめっちゃいいところ。
だから結構使いやすいって言われてる。よし、いいね。そう、普段こんくらいなのよ。普段こんな感じなの、いつもラグビーミッキーって。なんであんな少なかったんだろう。そうそうそう、これ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 よ。なんならこれがね、平常運転なんですよ、ラグビーミッキーって。だからいちいちあんながっつり繋がなくてもスキル回るはずなんだけどね、本来は。ほら。OK。そう、スキルループのご利用し。てかこのプレイさ、このプレイもうすでにタイムボム2個出てるからめちゃくちゃ有利なはずなんだけどね。かなり有利なはず。ちょっと盤面が詰まってないぞ。これ次フィーバー入るか。よし、8だったらもう1フィーバー入れる。はい、ね、マイツムが少ないような気するんだよな、これ。はい、よし、タイム出た。タイム出てます。さあどうだ。あぶねえ。どうですか。あ、あと1回。あと1回じゃない。あらー、くっそー、マジか、くっそ、悔しい、めっちゃ悔しい。ってか毎粒少ないじゃん、やっぱり。もうめちゃくちゃ悔しいんですけど。またまた裏切られ。てか毎粒が一番、またまた毎粒が一番少なかった。なんで、なんで万枚チャレンジの時になるとなんかさ、下ぼれるんだけど、ラグビーミッキー、ちょっと。どうだ？あぶね。またギリギリのところで寸止めしようとしてな、今。ラグビーミッキー。お前さん。ギリギリのところで寸止めしようとしてるね。え、やっぱほら、毎粒一番少ない。毎粒やばくない？やっぱ。やっぱり。毎粒の少なさやばくない？他の粒と比べて、80個くらい少なかったけど、今。ラグビーミッキー。4連続でこんな下振れることある？毎粒。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども、概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムでは、コツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。